はい、皆さんこんにちは、ピカです。三国志14やっていくよ。よし、ここからなんか出陣してるぞ大丈夫かい。こっち行くよね。まさかこんな方来んよね。攻められてるんやぞここな、うん、よし行きましょう。呂布がほんとちょっと怖いんですけどね。こっち行ってくれんかな、劉備の方ね。なんかね、3万でもね、こっち来そうな気がするんだよな。まあ天意いるけど、行きましょう。今ね、こっちここで一時駐屯して、まあこう合流したら、まあ攻めようかなというところですね。報奨ありがたい。さあやっていくよ。金8000。あいつ、こいつまで占領なってから来ないんだね。分かった分かった、勉強になった。了解。お前を待ってるんだよ。アホか。お前を待ってるんや。行けや、お前は。なあ。で、お前、テイクやから、家計かけとけ。よし。で、ここに何か来てる。来てるから、こいつは、帰ろう。かしこまりました。で、やるんや。出陣だ。で、兵糧はまだ大丈夫な。ちょっと待って、聞いてください。徴用軍も？逃げたか？おい、ちょ、お前、なんで？何用か？何？は？なんで、なんでこんなんなるの？じゃあ、いけんやんか。だろう。なんなの。まあいいわ、お前戻れ。もう一切承知。兵站切られるんなら分かっけどさ、じゃあ次のとこ占領するときどうすんのよ。こんなあの勝手に切れていかれたらさ、ここ道陣は切らしたらいかんしょ。次んとこ行けんやん。どうなるんだろうね、こういうのね。で、何してんの。わかった。よし。
2000か、うん、でこいつらはまた入ったのか、まあ関羽張飛でも取れなかったんか。まあここに陣作って、まあここは取ったんだけどね、おそらくね。聞いてください、ここ兵糧がちょっとないな。60かオン、行け。うん、よかろう。吉報をお持ちしました。よし。まあそうね。もうそろそろ。ここ取ってもいいような感じかなと。これほんとムカつく。なんか何こいつ、ちょっとね、取りに来てな、どうしても。これか、軌道いいやつ、これか。うん、これっぽいな。よし、まあ3000でいいんじゃねえの。腕が鳴るぜ。よし、マリオフだけじゃなく炎章が そのまんま攻めてくる可能性もあっかなね、十分ね。さあどうするべきかな。順位、よし。うわ、5も食っちゃうんだ。やるとしましょう。まあいいわ。でもまだここ何日かそれ完成するまでかかるから、今はすぐねできんと思うけど。よし、これやったっけ？やったな。
聞いてください。達成いたしました。よし、おい、これなんしてんこれ、こんなんなってたか、取られたの、なんか取られてない、大丈夫か、なんだと。報告いたします。切れないよな、こう切れないよな、なんか すげえ心配なんやけど、切れたら俺がぶち切れるいうこっちゃ。人生か、うむ、ならここ占領しろ、うむ、おい、また来やがったこいつ。ちょっと待って、天意あれだ、感触じゃ、感触あるやろ、うん、上項もか、加工園とか加工順で、花公園は今出てるんか。なら、助行でもいいでしょう。で、周宗。まあ、学士。まあ、倉庫。そして周宗でいいかな。統率って60ちょいか。ならまあこっちかな。まあ、ああこれ順書くか。まあ、よかろ、あ、終わってっか、よしよしじゃねえよ出陣、あー天意なんだ、あいつないの、人形ないの、あの奉仕ないの、そうなんだ、いざ行かん、吉報をお持ちしました。
聞いてください。帰った帰った帰ったっぽいな。帰ったっぽいっていうか、ここ取られたのか。俺取られたんやな。なんでこっち取らねえかな。なんで俺の奥かな。なんなんだよそのコンピューターよ。まあ引くわ。承知した。取られたけどな、満潮。まあここと、ね、縁とね、まあ巨匠もある程度の兵を置いて、まあちょっとねやりたいかなと思う。吉報をお持ちしました。あ、リゲンいる。リゲン来て。役立ってみよっしゃ。されって何？され。死者が到着しました。同盟して。まあいいわ。うわー、ちょっと待って、落葉の兵どんどん減ってってる。あ、楽よ。あ、賃流じゃないか。2万の両夫はきついな。さて、どうしたものか。まあ、入れ。ちょっと待って、うん、これでいいんだね。こいつもか。参ろう。中層。行くか。
では参ります。うん、東洋捕虜ね。おっと、なんだ、出世悪いな。人気こいつ来てくれんかな。参ります。耐久回復800年。まあこっちで、こっちの方がいいな。お持ちしました。うん、あとはまあいいわ。おお、カンネイ。うわー、いかんねえ。ぐわー、聞いてください。占領しろ。まっすぐ下にこいついるのか。で、あれ、うん、まあ決定だな。出陣だ。で、移動。さあこれでこっちに行くか、2000、こっちかな。花公園と宗神、早々定育。オッケー、直ちに向かおう。で、曹操たち抜けたから、ここをまた地域担当決めんなんね。まあ、地域担当の前に都市か。移動してる。これ移動ってなってんのがありがたいよね。うん、これはありがたい。リゲンはあかんぞ。お前で十分じゃ。お前じゃない、周宗で十分じゃ。で、君だ。心得た。こいつで農業を。頭痛いんでしょうかね。嫌なんでしょうか。これ何、これThank you.
わかった。で、命令書あと3か。ジョコは訓練、あ、いやー全部担当決まってるやんか。人材がちょっと乏しくなってきたな。さすがの曹操でも。こっち16。ここには結構いるが、おっと満潮、よし、うむ、いやちょっと陳竜と互角なってきたぞ。え、どうして？使者が面会を望んでいます。毛達どうせ逃げられるもんね。まあ今はね、お金いらない時はまあそういうギャンブルもまあしていくけど、まあ今も逃げなかったしとかに。報告いたします。いかがした？どうするか。ここ取れるか。これどうかな。呂布と劉備どっちやるべき。この呂布の24,000ってちょっと鬼畜じゃない。呂布12,000でできて、張良がもう8,000ぐらいでできて、後方順とちょっとね、ちょっとなんだよね。なんで動かないんだろうこいつ。っていうか俺の方に来てたけど。劉備やるべきかな。本当厳しい。本当一手間違えたら滅亡しそうな感じ。そんな感じ。わかんない。どうしゃいいかわかんないわ。わかんないな。こっちか、こっちか、炎術か。まあ両夫はね、こっちから仕掛けていくほどの兵力差じゃないからね。武将の質といい、両夫でもあの無双で一撃だから、
うむ。え、今俺どこにした？ここだよな。で、違う違う。命令で。命令だよ。こっちだよ。心得申した。よし。まあでも呂布といえども計略と、え、うん、まあ計略と陣形によっては、ちょっと待って待って、報告いたします。いい感じになるんじゃないかな。まあこれ炎章の方言ってんじゃねえぞお前。いいよいいよ、お前なお前そこは行くな、ここにしろ。違う、こう行ってこう行ってここ占領しろ。うむ。敵を作るな。15,000。違う、これは10,000でいい。行こう。で、歩兵、うわー、そっか、そういうことか。しゃあないわ。これ占領任務当たってっけど、兼用されんのかな。任せてくれ。まあ外で出陣してんだよね、これだよね。そこら辺もちょっとよくわからん。よし、まあ、とりあえずね。取られたとこはちょっと取りたいな。なんかどんどんね、領土がでっかくなってる。出陣するぞ。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。